ました、マグ。あいつが下界に現れたクポ。あいつ、海の悪魔リバイアさんクポ。上等だ、むしろ俺の代で現れたことに感謝するぜ。シルドラ、お前の一族、そして俺の曽祖父の仇取る時が来たみたいだ。いけるな。よし、下界に出発だ。お供するクポ。初めての下界渡り、怖かったクポ。俺は大丈夫だ、当たり前だろ。なんとレン、よく平気だったな。で、奴はどこで目撃されたんだ。バブイルエリアにある七色の海岸近くクポ。リバイアさん、どこだ。現れろ、正々堂々俺と戦え。騒がしいの。なんじゃ、お主らは。おお、あやつが先祖の仇で、探しておると。ああ、曽祖父と滅ぼされたこいつの一族の仇だ。よかろう、やつを呼んでやろう。大きな音を立てんでも聞こえるぞよ、アダマンの坊や。わらわは久方ぶりの海を満喫しておる。それを邪魔してまで何用じゃ。用があるのは俺たちだ、リバイアさん。なんじゃこのチンチクリンは。誰がチンチクリンだ。亡き曽祖父タイクーンの仇、そしてシルドラ族の仇、このファリスとシルドラが取らせてもらう。モグも助っ人クポ。タイクーンとシルドラじゃと。おお、二人とも生きておったのじゃな。待て、今仇と申したのか。そうだ、まさか調べくれる気か。曽祖父タイクーンはシルドラ族を守るためにお前と戦い死んだ。俺たちは代々その仇を取ると先祖に誓ってきた。俺の代でお前が現れたのは強行だ。俺がこの因縁に幕を閉じてやる。小娘が、お前のような小娘がわらわを倒すというのか。百年、千年早いぞ。はて、なんじゃ、ここはどこじゃ。無限世界、時と夢の狭間って聞いたけど、私もよく分かってないのよね。簡単に言えば、戦闘だけ俺らが相手だって感じ。はて、おお、お主ら久方ぶりではないか。久方ぶりってやっぱ私ら知り合いか。それよりファリスのヒージーさんやシルドラの一族の仇って何したんだよ。さて、実はわらわもよくわからん。ビスマルクらがキャツの祖父とやらを襲っていた時、気まぐれに手を貸してやったことがあるんじゃが、あのあと他の何かにやられたのかして死んでしもたんじゃろうって。じゃあそれって
ファリスたちの勘違いってこと？んじゃあなんでそう言わねえんだよ。一族の連なった恨みともなれば、誤解だなんだと申したところで留飲が下がるわけはなかろう。ならば、そのまま戦いを受けてやるが賢明、いや、健全ということじゃな。その言い方だと、誤解でも戦ってやるけど負ける気はないってわけ？当たり前であろう。そこまでしてやる義理はわらわにはない。ならやっぱり私らもやらせてもらうわね。おお、望むところじゃぞ。
り借り、タイダルウェイブ。
怒り、タイダルウェイブ。やられてしもうたわ。勝ったのか。そうじゃ、お前らの勝ちじゃ。やったくぽー。うおー。なあアダマンタイマイ、一つ聞いていいか。ん？100年前の海の悪魔って本当にあのリバン屋さんなのか。なぜそれを聞く。いや、気のせいかもしれねえけど、あんま悪いやつに感じなかったなって。はっはっは、気のせいじゃろ。やつは確かに世に悪名高い悪魔のしもべの一人じゃ。お主は一族の恨みを見事に晴らしたのじゃ。そうか。船長、やったくぽね。おう、モグもありがとうな。ああ、よし、帰ろうぜ。あの白き悪魔と並び暴れられておったリヴァイアさん殿が、随分とお優しくなりましたな。うるさい。生きておるのがバレたら面倒じゃろ。もう少し黙っておれ。どうしたの？どうする？どの魂に触れる？どうする？
ラフィー、改めてなんだけど、タマのこと教えてくれる？え、タマ？ああ、タマモ姫のタマですね。結構、いやもうちょっと昔すぎて把握できないほど遥か前なんですが、とあるとんでもない連中と同じように因縁を持った仲ですね。円環の騎士だよね。タマから聞いたよ。なぬ、その名前を聞いたのなら本当に私の知ってるタマっぽいですが、一体全体どうなってるんですか？あのね、マジで俺何も覚えてないけど、タマがそんなことを。にわかには信じられないんですが、命を使って過去を、それはまるで時の番人たちみたいですね。時の番人？無限世界の住人で、大きな時計を管理して人の命を使い歴史に介入するなんて、まあ言うなれば都市伝説な話なんですが。大きな時計で歴史に？あの女の子の部屋みたいだな。そうだよ。え？じゃああの子がその時の番人？そうなの？さあどうぞどうぞ。ゴシップギャザー発動。ここはこんなことになってたんですね。って、もしかして私は都市伝説を目の当たりに？お茶のゲスト？予定なかったと思うけど。その件、命の受領をしたかもだけど、でもそれは関係ない。え？時を渡るために使った命は返せない。残念。そんな。なんか裏技とかないの？裏の技？ねえ、過去に戻って使う魂が残るように同じユルグ族のキュービに協力させるとかは？時を渡るのにタマは複数の命を使ってるでしょ？多分あの子の命の総数9つだと思うんだけど、その9つのうちのいくつかを過去で同じユルグ族のキュービあたりの魂と交換して命を残したらどうかなって。命が9つも必要な時渡りをしたの？でも確かにそれなら同等の魂を持つ子がもう一人いれば全部を使わなくても大丈夫かも。本当ですか？セラフィーすげー、何その裏技。おえ、何がですか？なら、キュービを連れてくれば協力するね。でも、キュービなんてミラージュ、まだ見たことないけど、どこにいるんだ？ちょっとゴシップギャザーで、キツネとかタマっぽいミラージュの噂を拾ってみますね。なんかそれっぽいの引っかかりました。それっぽいのって？サロニアの表現で巨大な黒狐に殺された女性がいるらしいという噂です。あそこならシェルロットが何か知ってるかも。行ってみよう。